片は物は、デンマークの詩人、作家であるハンス・クリスチャン・アンデルセンによる文学童話である。1872年のクリスマスに発表された、アンデルセンの新しい童話と物語第3部、第2週に、ヨハンネ・バーさんの話、門の鍵、灰いたおばさんと共に収録された。この童話集の冒頭には、静寂層という検定の詩が添えられている。アンデルセンが、 最後に発表した童話作品の一つである。あるところに財産と幸福に恵まれた若夫婦が暮らしていた。彼らは毎日を楽しく、人に親切にしており、すべての人々が幸せになることを願っていた。この家に働いている庭師のオーレとケアスデンの夫婦は、主人の恩恵を受けて暮らしていた。二人には五人の子供がいたが、末のハンスは、ある時、 突然足内になり、5年の間、床についたままだった。そのため、片はものと呼ばれていた。主人の若夫婦は、ハンスのことを気の毒に思い、また彼の手先の器用さを称賛し、一冊の本を与えていた。春になり、雑草が生えると屋敷の庭では、たくさんの仕事が生じた。草を刈り、小道を切り開いても、人の流れが激しいため、すぐに荒らされてしまう。 仕事の量の多さと貧富の差に悩み、どうして人間には違いがあるのだろうと愚痴をこぼしていた両親は、アダムとエヴァの好奇心のようなことは自分たちはしていないと口に出していった。その時、ハンスは親に、木こりとその妻という物語について語り、人は知らず知らずのうちに、己の好奇心に操られているのだ、ということを悟らせた。翌日以降も、オーレたちは、 仕事のたびに不満を感じることはあったが、そのたびに、きこりの物語をハンスに読んでもらった。ある時、オーレは、人間は固まりかけた善乳のようなもので、あるものは上等のチーズになり、あるものは薄い水気のある乳汁になるように、運の良いものと悪いものとに自然に分けられてしまうのだ、とこぼした。するとハンスは、苦労と不足のない男という物語を両親に、語った。 誰もが不平や不満を語るその物語の最後でシャツも持っていない豚飼いの男が自分を一番幸福な人間だと言っていると言ったくだりで両親は心から声を上げて笑った。その様子を外から耳にした校長先生は事情を知り、そのことがきっかけでハンスと校長先生は仲良くなった。校長先生はハンスに様々な知識を与え、 またお屋敷の晩餐会で一人の少年が貧しい、家庭に光を与え、家族を幸福にしたい鬼殺を語った。若夫婦の奥様は、ハンスの家に銀貨を与え、さらにハンスに可愛らしい黒い小鳥を持ってきた。ハンスは小鳥を可愛がったが、オーレたちは、鳥の世話は自分たちがしなければならない、猫に狙われたら、おしまいだ、と不平を言った。果たして、しばらくして一匹の猫が、 ハンスの小鳥を狩ろうとした。ハンスは手にしていたその宝物の本を投げた。しかし、製本が緩んでいたため、効果がなかった。それから、ベッドカバーを振り回したが、同じだった。そして、小鳥を守ろうと、無我夢中になった瞬間、何か押される力に導かれ、鳥かごを置いてあったタンスから猫を追い出し、籠を抱えたまま表へ飛び出していた。鳥は恐怖の、あまり死んでしまったが、 オーレフサイト、若夫婦はこのことをとても喜んだ。そして、自分の足で歩けるようになったハンスは、新しい本が読むために、製本屋になることを望み、そのため、若夫婦の支援を受けら天語学校に入学するため、両親のもとを離れることになった。宝の本は、両親の手元に残された。親たちはハンスから聞かされた、最初の物語2編を何度も読み返していた。 ハンスからの手紙には、親切な人々の家で、幸せに暮らしており、中でも、学校へ通うことが一番の楽しみで、将来は百年に来て、校長先生にもなりたいと思うようになった、と記されてあった。両親たちはその頃まで自分たちは生きているだろうか、と思いつつ、互いに手を握りしめていた。オーレは神様は貧乏人の子供のことも、 方はものの子供のことも深く考えているのだと考えを新たにしていった。ありがとうございます。